これから。くれじゃない。車以来見てないな。ここにあれやね。今回ね、オイル交換して、まあ、自分でやったわけじゃないんですけどね、やってもらったんですけども、ペンズオイルちょうど使ってるんでね、ペンズオイルお願いして、これ使えるかいって言ったら使えます、グリーンでディーゼルに使ってますからっていうことでね、使いました。僕はね、19歳の時に、ワーゲンのビートルに乗ってたんです。そのビートル乗った時からこのペンズオイルっていうのを使っていて、好きなデザインでずっと変わってないですね。もう45年ぐらい、全然変わってないデザインでね、好きで、使ってます。まあデザインが好きでっていうかね、まあ結構アメリカのレースとかにもね使われてるオイルなんでね、信頼性はあると思います。特にねエンジンのかかりが悪いとか、ちょっと硬くなってるんですよね。純正は0W20 のディーゼル、グリーンディーゼル用のオイルなんですけどね、これはね、5W30 なんでね、ちょっと若干硬いですね。まあ特に問題はないと、今のところは問題ありません。使ってみてね、まあ1日しか乗ってないからわからないですけどね。まあもしそういう純正以外のオイルを使うときは自己責任でお願いします。はい、
まあ自分はね経験上特に問題ないだろうということでね、前ねハイラックスサーフにも使ってましたし、あれですねビッグホーンにもね使ってましたね、特に問題です。ああそうですね、あれにも使ってました、ジムニーですね、ジムニー、古いジムニーで550の時代のジムニーですけどね、そっちにも使ってましたね、結構使ってるね。使ってないのはね、パジェロだった時かな、使ってなくて、あとそうですね、ビッグホーンからビッグホーンからね乗り換えた車は CRD、 ホンダの CRD なんですよね。 CRD でも使ってませんでしたね。まあ今回まだ使っ機会があったんでね、これから使っていこうかなと思ってます。よかったらね、よかったら使っていこうかなと思ってます。まあ今日はそれではこれまで。